ではまずキネクトと、あとタートルボットの USB を、パソコンに挿します。ここですね。それキネクトですね。そうですね、森キネクトではすい、ね。はい。これがタートルボット。ははい、タートルボットです。い。で、次に、はい。タートルボットの電源を入れます。電源がここにあるので、これをパチッと入れてもらって、で、続いて端末を開いてもらって、で、まずタートルボットを起動させるために、ロスランチですよね。ロスランはい。チの、ちょっと最初時間がかかるんですけど、タートルボットの、ブリングアップというパッケージの中のミニマルドットランチ。これは、ブリングアップのパッケージの中にこれがあるんですね。そうですはい。ね。これをエンターを押してもはらっい。て、そうすると、タートルボットから音が鳴るんで、はい。これ音が鳴ったら無事通信ができたということなので、はい、わかりました。はい。で、これはもう、次のコマンド打つときに新しい端末を開いてもらわないといけなはいい。ので、で、開いてもらっこれでもでて、きるんですよね、こいつは。ああ、はい。あ、まあいいです。はい、わかりはい。ました。はい。で、スランチの、今度は OpenAI のパッケージを、OpenAI ランチというパッケージの中の OpenAI ドットランチ、これを実行してもはらい、いまわかりましす。た。で、ちょっと警告文が出ますけど、ワーニングですよね。そうですね。無視しても OK こでれすはね。特に問はい、題ないわでかりましす。た。で、続いて、次はロスランですね。ロスランで、はい。これで3個ソフト起動ですね、3つ、これそうから。なりますね。はい。ランのターゲットブロードキャスターはい。を、1個目ですね。で、これ起動すると一応認識している画像が出るので、ああ。ちょっまあ、と待ってくださいね。これは、あちらのベッド1側を、キネクトで認識して、こちらにベッド1が出てるということですね。そうではす。い。で、また新しい端はい。末を開いてもらっはい。て、で、同じくタートルボットランパッケージの、
ボットランニングを、はい、これは特に何もメッセージは出てこないので、はい、実行さえしてもらえればいいです、はい、で最後に、はい、新しい端末、はい、でボットのカプセル、はい、でこれを実行していただいて、この状態で3つソフトが走ってて、はい、キーボード入力待ちになってますね。そうですね、はいはいはい、でここで、はい、Q を押してエンターを押すと終了なんですけど、Q で終了、小文字の Q ですね。そうです、はい、でそれ以外例えば何も押さずにエンターを押すと、はい、タートルボットが、はいはい、認識したマークに向けて動きます、はい、さっきのベッド位置を、オープンエナイかなんかの あれでこう見つけに行ってる、あのベッド位置のとこをマーカーとして動いていったことですね、はい、そういうことです、はい、でここで Q を押せば止まる、そうですね、ただカクさんが確か、はい、2段階で移動するプログラムを組んでたと思うので、分かりました、なのでこの状態で多分もう一回エンターを押すと、ま、右へ振るんですかね、そうなる、うまくいくとそうなるはずなんですけど、ただ、はい、この画像を見てもらうと分かる、ちょっと認識にブレというか、そのなんていうんですかね、ちょっと幅があるというか、ちょっと精度が安定しないので、あれはベッド位置を見てるのか、ベッド位置の枠全体を見てるのか、ベッド位置のこの上の辺ですね、多分上の辺を見て、その角度と長さから多分距離とこの、ベッド位置に対するタートルボットがどの角度にいるのかっていうのを見てるんじゃないかなと。ちょっとそこ詳しいところは賀来さんに聞いていただかないと分かんないんですけど、はい、じゃあこれで終わりにしましょうか、これは、はい、Q で終わりですね、 Q で、はい、Q で、はい、ずっとこれが終わるんですけど、他の2つのやつはそのままもうまだ走ったまんまなんで、はい、これはロスのパッケージは基本的にコントロール C を端末に入力してもらうと途中で終了、途中でも終了するので、あ、じゃあそのコマンドプロンプトの端末の画面に入れて、はい、コントロール C で全て止める、そうですね、じゃあコントロール S かなんかで一時ストップかなんかなるんですかね、ああどうでしょう、コントロール C で終了というのは書いてあったんですけど、DOS の場合はコントロール C が強制終了ですから、そうですね、そうですね、はい、はいはい、でこれまたいちいち一個ずつ止めてもらわないといけないんですけど、基本的に起動した順番と逆の順番で止めてもらえればいいかなと、別に順番間違えても特に問題がないと思いますけど、でどれだっけな、これかこれか、で止めればいいですね、はい、そうですね、じゃあこれで一旦終わりますね、はい、はい。